こんにちは、横久米勝人です。本日の横久米ゼミではトップ YouTuber のヒカキンさんがご自身の YouTube チャンネルにおいて視聴者の方に注意喚起、気をつけてくださいとされたことについて取り上げてみたいと思います。さて、ヒカキンさんが3つのこと、気をつけてくださいということを発信をされました。1つがヒカキンさんの弟と名乗る者がナンパをしていたということ、2つ目がヒカキンさんがパーティーに来るよって、嘘をついてパーティーに誘われたというケースがあったということ、そして3つ目がヒカキンさんが面識がない女性がヒカキンさんと仲良くしてるよ、おごってもらってるよと嘘をついていたということ、いずれも気をつけてくださいと、憤りを覚えつつ、そして皆様に騙されないようにということを注意喚起をされました。そういった行為が何か犯罪にならないのか、罪にならないのか分析してみたいと思います。結論から言いますと、そう言って嘘をつくこと、ヒカキンさんと仲がいいよ、来るよ、弟だよということ、嘘つき罪というものは存在しないので、嘘をついたこと自体は犯罪ではありません。ただそれによってそういった弟だからパーティーに来るからということで、そこにパーティーに行ったとか、何かお金を貸したとかあげたとかの金銭的なもの、または経済的利益的なものが動くと詐欺罪ということの成立が問題となってきます。でも一方、それがなくてただ信じたとか、ただデートしちゃったとか、そういったレベルだとなかなか犯罪ということにはなりません。ただ刑事上のことは難しくて、民事上の不法行為、嘘をつかれたことで、嘘をつかれなければ付き合わなかった、デートしなかった、またはパーティー行かなかったということで、その損害賠償ということが民事上請求すれば通る可能性もあります。ただその場合には嘘をつかれたっていうことの、そのこと自体の録音なり SNS なりの客観証拠があって、嘘ついたことを立証、さらにその嘘がなければこうしなかったよということの立証、そして因果関係、損害の立証ということで、ハードルは高いことではあります。一方、じゃあ何でもかんでも嘘ついて犯罪ないのと言いますと、唯一と言いますか、唯二と言いますか、あり得るのは弁護士、医師みたいな国家資格を偽証する、自分は弁護士です、自分はお医者さんですで嘘つくと、それぞれ弁護士法違反または医師法違反ということで罰則付きとなっております。その他、軽犯罪法というもので、官公職、公務員だ、議員だということを名乗ったり、警察官だって名乗ったり、あとは学位っていうところなので、大学以上ですけど、例えば東大卒業ですとうとう嘘つくと軽犯罪法違反という形となります。なのでそういったものは罰則付きの犯罪ってなるんですが、その他の、例えば有名な上場企業勤めてるよとか、年収3000万円だよとか、金融経験15年信用してください等々の、そういうキャリアを嘘つくこと、年収嘘つくこと自体は犯罪ではないと言えてしまいます。なのでそういった怪しいなと思ったり、または他の方を、有名な方を知ってるよとか、自分以外のもので自分を大きく見せようとする方には十二分に気をつけていただきたいなと。そして、その方にお金を出したり、またはそのことで付き合ったり行ったりっていうことがないようにしていただきたいと思います。ちなみにですが、そういった弁護士ですとかお医者さんですとか警察ですとか名乗るのが違法っていう形ですが、これも悪い人たちはそうならないように防御していることもあります。例えば警察官ですって名乗らずに、何々警察の方から来ましたということで、後で問題になったら、その方角から来ただけですってことで警察官名乗ってませんって言ってきたりですとか、あとは東大卒ですって言っても東京大学ではなくて
東なんとか大学って結構世の中あって、まあ本当に飲みの席とかでジョークで俺東大だっていう、もうジョークのレベルはいいんですが、そういうところで人を信用させるためにわざと東大ですって東京大学っぽく言ったりする人たちもいますので、気をつけていただければと思います。今回ヒカキンさんの弟はいないということ、お兄さんのセイキンさんのみで弟はいないよということで注意喚起されておりますので、皆さんはぜひ気をつけていただいて、さらにこれを機に職業を偽証する、学歴を偽証する、その他年収いろんなものを偽証することの犯罪成立の有無についてご説明させていただきました。本日の予告目ゼミは以上です。